皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。2020年にですね、5G 回線になるということが言われています。まあ、今の 4G 回線に比べると、まあ、100倍速くなるというふうに言われてるんですけど、 まあこれによって起きることということで、まあいろんなことがですね、言われている中で、まあ人工知能 AI が爆発的に進化するだろうということについて、今日お話ししたいと思います。 例えばですね、現在ある、例えばいろんなね、あのー、商品ありますね。家電製品とかあるんですけど、その家電製品の中には、いろんなね、あのー、まあ、チップと言いますか、えー、ま、昔はね、なんかマイコンって言ったり、なんか IC とか言ったりとか、IC だっけな、えー、言ったりしてましたよね。なんかそういうものが搭載されてるっていうことで、えー、なんかそういう賢い、 家電製品だみたいなことは言われてたと思うんですけど、それを今ですね、今風に言えば AI 搭載っていう風に言うわけですね。で例えばこのような、なんかその賢いものが搭載されている、例えば電子レンジであればね、その入れただけで、その何分で、 え、時間が出るじゃないですか。重さとか、なんか水分とかから判断して出ますよね。で、これをなんか、昔は、マイコンとかね、え、IC とかっていうような形で言ってきたんですけど、まあ、今風に言えばそれが人工知能なわけです。で、このようなものっていうのは、インターネットの繋がっていない家電製品に、まあ、人工知能を搭載したものをですね、導入することによって、そして、え、消費者のね、え、便利なものを作ってきたわけなんですけど、これらのものっていうのは、え、クラウド、 というですね、ネット接続してないで、その人工知能として動いてるんですが、当然バージョンアップしないわけです。で、これらが今後ですね、5G 回線になって、いわゆる IoT というものにインターネットがつながる状態になったら、その今までの端末と 5G でつなげていることが、ほとんどね、スピードが変わらないぐらいで、え、やり取りができるようになりますので、 そうすると、どん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 ですね、情報を集めることができる。今集めている情報っていうのは、過去のデータをもとに作られた、プログラムされた人工知能なんだけど、それがリアルタイムに情報を入手できて、そしてリアルタイムにバージョンアップしていくことができるようになってきますね。そうすると、 情報をね、とにかくデータ集めやすくなりますから、人工知能はますます加速するということで、この IoT っていう言葉と AI っていう言葉、そしてビッグデータっていう言葉、さらにそれを可能する 5G っていうものは今後ですね、かなりね、変わってくるんじゃないかなっていうことを思いました。で、まあそれまでにまだね、2年ぐらいあるんですけど、えー 今以上にね、進化スピードが速くなるので、えー、確かにシンギュラリティが来るかなっていうふうにも思ったりもしますよね。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。